フロアチーフの宮越さんです。同じ高校生だし、仕事は彼女に聞いてね。よろしくお願いいたします。面接の時にいた人か。じゃあ早速。はい。まず店長の殴り方から。はい。こいつは顎が弱点なの。宮越さん、客が来たらいらっしゃいませ、大きな声でな。帰る時はありがとうございました。はい。で、客が帰ったら食器はすぐ下げること。はい。そして店長は顎、店の近くで猫に餌をやるな。ごめん。とりあえず新人はこんなもんだ。わからないことは聞け。あの、なんだ？最後のも必須ですか？1ヶ月で覚えないとお前もああなるからな。気をつけます。じゃ、フロアに行くぞ。怖い。なんでこんな人がウェイトレスを？いらっしゃいませ。そんな表情まで変わって。